まずは自身の30周年記念大会で挑戦者となります武藤敬司選手、お願いいたします。自分自身の30周年の節目の大事な試合ですが、30年プロレスをやってると、体も相当ガタが来てますが、このチャンピオンシップが決まったと同時に、練習精進して、それなりのコンディションは作ってきたと思っております。11月1日明日以降のプロレスのスケジュールは、白紙状態になっております。明日全力で、戦うつもりです。以上です。ありがとうございます。はい、明日は初防衛ではありますが、いつも通り、デスペラーのやり方で、僕なりに、武藤敬司の30周年をお祝いしようかなと思ってます。明日はプロレスラー武藤敬司の骨の髄までしゃぶり尽くす覚悟でリングに上がりたいと思います。ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。質問のある方は挙手にてお願いいたします。武藤さんに伺いたいんですが、試合が近づいてくるにつれて、試合のイメージとかシミュレーションみたいなのっていうのはだいぶ湧いてきていますでしょうか？一切そういうイメージを抱かないようにしております。なぜかというと、イメージしたところで、そのもしその考えたことが体にこ うまく伝達できないと、でそのイメージ自体が全てが崩れてしまいますので、ここはもうある意味、無の境地というか、そういう気持ちで挑もうかなとは思っています。はい、11月1日以降 の、 予定が白紙だというふうにおっしゃってましたけれども、本当に燃え尽きるぐらいの覚悟でやるということでよろしいでしょうか？よろしいです。